この、あいえという言葉に特に意味がなくてですね、でもこう意味がないことに実は意味があるんじゃないかなって思いますし、こう僕ら最近の、最近のというとちょっとおじさん臭くなっちゃうんですけど、まあ、テレビなんか見てますと、なんか、なんていうんですかね、まあ腹立たしさというか、もっと歌うことがあるんじゃないかなみたいな、気取りを感じたりしますけど、そんな意味を込めまして、ちょっと北海道に移住したので、僕昔からアイヌ民族の方々のこう文化にものすごく興味がありまして、ちょっとこう言葉が通じない人にも魂で分かってもらえるような歌を作りたくてですね、全約半年ぐらいですねかかりまして作った曲があります。この魂を込めて作りました。一番最後にアイエという曲を聴いてください。今日はありがとうございました。Thank you.
黒い缶は
だろう。どこしその言葉さえ限りなく近くにある。土に種落とし繋がる命に大きなブナのろうとく木肌に耳を当てれば自然の呼吸聞こえるようで。その小さな花の淡い糸が儚く手を触れた土からは Muchas gracias.